ズいきなりなんやけど、うちのファンが好きな芸人の名前忘れてもうて。じゃあ特徴言ってみてよ。なんでもその芸人さんは大阪出身なんだけど東京に来て、そして山梨住みます芸人になったんだけど、また東京で今頑張ってる芸人さんらしい。ぴっかり高木やないか。その特徴はもう完全にぴっかり高木やないか。でもな、うちのおかんが言うにはその芸人さん元ジュノンボーイらしいよ。ほなぴっかり高木とちゃうか。でもね、うちのおかんが言うにはその芸人さんは3月6日池袋 YRPG シアターっていうところで単独ライブやる頑張り屋さんの芸人さんらしいよ。その特徴はもう完全にぴっかり高木やないか。でもうちのおかんが言うにはその芸人さん単独ライブやるにはもうチケットも速乾で女子高生が積み合わせてチケットも転売になるぐらいのもう事件が起きるぐらいの芸人さんらしいよ。あー、ほなぴっかり高木と違うか。ぴっかり高木のファンはおじさんしかおらんからな。